あら、あなたたち、ちょっとお待ちになって。あなたたち、あのグザファンを倒した人たちでしょう。なんだ、お主どこでそれを。領主のこの私に、この町で知らないことなんてありませんわ。それで、その色ぼけ領主様が一体何の用だい。素敵な褒め言葉。実はグザファンのことなのですが、彼は施設軍隊を利用し、この町を自分だけのものにしようと男たちを次々と殺していったのです。あなたたちのおかげで彼の脅威もなくなりました。お礼にあなたたちには、この町に永久的に住む権利を差し上げましょう。つまり、この町すべての女性から溢れるばかりの情欲を捧げられて暮らせるのです。毎日違う女性と禁断の愛を語ってもよろしいんですよ。そんなの愛じゃないわ。禁断だのなんだのって、あなたたちは愛って言葉で遊んでいるだけよ。ここにいるこの人は、その愛を語ったばかりに最愛の人を亡くしてしまったの。彼は傷つき、牢獄に入れられ、自らの羽を失ってもその愛を貫こうとしている。あなたたちに同じ真似ができる。あなたは誰かを愛しているんですね。分かっていました。私たちの愛が大邪神の伝説で語られる本当の愛ではないってこと。でも仕方がなかったんです。この町を守るためには、外の世界に出ていく男たちを引き止めるつながりが必要だったんです。あなたたちを引き止めるため、罪を承知で愛という言葉を使いました。愛を語ることが罪と承知でなおそれを行うとは、それだけ欲と情が深いということか。せめてお礼として、あなた方が探しているものの手がかりを送らせてください。何？それはまさか。アンゲルス教団の総本山、それはソドムとゴモラの町の向こう、悪魔の海峡あたりだと伝えられています。みんな、まさかまたこんな話を鵜呑みにするんじゃねえだろうな。そうですね、タルシス、どうですか。はい、私でよろしければ。じゃあな、全てが終わったらこの町にやってくるかもしれないぜ。僕もまた来てもいい？喜んでお待ちしますわ。どっかで強そうな奴らがいたら、ここのことを紹介しといてやるよ。ええ、ありがとうございます。ところでお嬢さん、あなた本当にその相手に対して欲情しているだけじゃないって言い切れる？では、行くかの、ルピルピ。はい。そんなこと言われたって、ねえ。